新型コロナウイルスの影響で過去3年間中止になっていた三重県熊野市の伝統行事熊野大花火大会が4年ぶりに開催されることになりました。毎年8月に熊野市の七里見浜海岸でおよそ1万発の花火が紀州路の夏の夜空を彩る熊野大花火大会、毎年県内外から大勢の人が訪れることでも知られています。熊野市観光協会は今日会見を開き、まだ詳しいことは決まっていないが、最高の花火大会にしたいと4年ぶりの開催に向けて抱負を語りました。